体何のことだね。中であの十一のお兄さんが寝てるんだって。ありゃいつの間にこんな。夕べのうちに張り込んだのよ。まるでこそぞろだな。やるわね敵も。何感心してんのよ。こんな勝手な真似させてこっちにも考えがあるわ。いつ焼き入れてやるか。待ちなさいよ私が話すから。お父さん黙ってて。アキ、フーコ、ちょっと夏よ。大丈夫よ面白いから見てましょうよ。おせーのよっ。なんだ父ちゃんだ。やめろやめろやめろ。おいおろせっかめ。お前らだな。くそせっかくいい感じの人に何すんだよ。黙れこの風天ならず。なんだと風天ならず。そっちこそ何よ。人のうちに勝手に張り込んで。あのなこのうち半分俺の権利があるんだぞ。契約は2回だけでしょ。まあまあまあ待ちなさい。なんだよ朝っぱらから。十一君これは一体どういうことだね。おはようございます。いや昨夜急に引っ越してくる気になりましてね。夜中にガタガタやって皆さん起こしちゃいけないと思って。しかしまあいい景色ですね。何か着てきたらどうですか。よ大きなお世話。うわもっとも君らの不細工な裸を見たって眠気は覚めはしないけどね。産んだ親の顔が見たいもんだ。言っとるだろ。それがこの家を譲ってもらった条件なんだよ。断りゃいいのに。そうはいかんよ。お父さん彼のお母さんと固い約束をしたんだ。いやたとえそんな約束などしなくっても親友の息子の面倒を見るのは当たり前のことだろ。親から感動されてんのに。だからなおさらなんだよ。何遍話したらわかるのお前たちは。感動って何。チビは黙ってな。アマリ今日お父さんと一緒に学校行こうな。新しい先生にちょっとご挨拶しときたいんだよ。うん何してるかな見てこようか。ダメダメあんなやつ無視すんのよ。夏よいくらうちが知ってなくて狭くたって親子水やらずに越したことないでしょ。これな引っ越してこなきゃよかったもん。ねえその目玉焼き食べねえんだったらちょうだい。ちょっと真面目に考えてよもう少し。考えてるよ。でも頭と胃袋は別だもんね。やってまんな。いい匂いでんな。なに今食事中だよ。見りゃわかるさ。だったらそんな小じきみたいな格好して入ってこないでよ。食欲がなくなるわ。まあ気にしないでゆっくりやりなよ。僕はちょっと人の夢に。ちょっとちょうどいい機会だ。改めて紹介しよう。いらっしゃい。結構ですよ春夏秋冬それにあまり一人足んないようだけど、まあどれが春でも夏でも僕には関係ありませんからね。ごめんなさいよ。おお失礼失礼。ほなごめんなさい。
失礼だわ。いっぱい作らせてやろうか。ちょっとよしなさいよ。寝不足な時は人間誰だって不機嫌なものさ。それだけじゃないわよ。生まれつきへそ曲がりなのよ、きっと。まあいい。また今夜にでも彼とはゆっくり話し合おう。それよりもなんだよ、早くしないと冬くんもあんまりも学校に遅れるよね。よし、今に見てらっしゃい。本当に変なやつね、あの人。でも態度ごとじゃないしない、心の中は。あんた男の人って言うとみんないい人に見えるんじゃない。あら失礼ね、冬子姉ちゃんとは違うわよ。何さ。はてな、あまり。なんだ君か。このうちには南京虫歯で引っ越してきたのかと思ったよ。男の人って足に毛が生えてるのね。なんだ、お父さんの足見たことないのか。最近は一緒にお風呂にも入らないから。どうして。あ、そうか。さあ学校行きなさい。すね毛の研究されて起こされたんじゃ払わねえや。これ持ってきてあげたの。は俺にかい。お腹空いてるんでしょ。私は味方よ。ずっと前からお兄さんが欲しかったの。女の兄弟っていろいろ面倒くさくって。頼もしい味方だな。おかげで勇気が出たよ。ありがとう。よかった。じゃあね。あの年代には自信があるんだ俺は。うん、モテるね、俺は。どこ行ってたの？お父さん。忙しいんだからね、余計な手数かけないでちょうだい。あんたも3年生でしょ、もう。あ、いたね、最後。あ、学校行ったら早く仲良しのお友達作るんだよ。そうだ、日曜日にはお家連れてきてもいいや。お父さん一緒に遊んであげるからね。さあさあ、最後。はい、はい。はい。まるで猫っかいがりなんだから。あら、出かけなきちゃん。商売商売、今月中にあと30万は売り上げなきゃね。ねえ、もう少し言ってよ。私をさ、あの風天なますと二人きりにさせるつもりなの。へえ、あのやつが怖いの。姉子らしくもない。怖いもんですか。口を聞くのは不愉快なだけよ。刀貸そうか。いらないわよ、そんなもん。姉さんに報告しとこうかしら。やめときなよ。ガーガー騒ぎ立てるだけで大して役に立っちゃしないよ、あの女。あ、ちょっと、あの整形外科はどこですか。日当たりは右です。あ、すいません、あの第一外科の部長さんの部屋はどこですか。え、吉永部長ですか。ええ、どうぞこちらへ、私が案内します。どうぞ。はい。なんだね。部長、ご面会です。誰？梅田さん
とおっしゃる方です。梅田、ああ、入ってもらって。はい、梅田さん、どうぞ。はい、梅田です。ちょっと失礼。ああ、どうぞどうぞ、お待ちしておりました。さあ。どうも先生、いやこの度は本当にお世話になりました。いやいや、軽く済んでよかったですよね。おかげさまで。これつまんないもんですが。もういいよ、君は。どうも失礼しました。どうも。忙しい。そう、いや僕の方は相変わらずですよ。知能的な殺人事件でもない限り、そんなに急を要する毒薬の分析や研究なんてめったにありませんからね。最近は殺人事件も単純化されましたから。あ、そんなことよりね、この間明恵ちゃんから引っ越しするかもしれないなんて話を聞いたもんですから、どうしたかと思って。そうよ、まあお家っていうよりお屋敷ね、とにかくすごいの。ところであなたはいつお家を建てるの？アパート？妹たちがお屋敷に住んでるのに、長女の私がアパート暮らしなんかできると思う？それでなくてもあの子たちは私のこと舐めてるのよ。あなたなんかと婚約するんじゃなかったわ。大体ね、ハブや朝鮮朝顔の毒なんか調べて金貯まるわけないもんね。まあまあまあ、そう言わずに。お金だけが人生じゃありませんよ。久しぶりに会って話をしたいな。夕飯なんか一緒にいかがです？安いすき焼きの店を見つけたんですよ。1人前350円。肉だって結構あるんだな。もっとも向こう側が透けて見えるぐらい薄いんだけど。奥さん、面会ですよ。あのね、あのお客さんらしいから、またあの後で電話します。はいはい、じゃあどうぞ。こんにちは。なんだ、君か。指輪のね、安くてちょっと洒落たのが入ったもんだからさ。こっち来て、こっち来て。あれ、みんな毒薬？うん。なんであんな研究してんの？毒にはね、薬と紙一重のものだって多いんだよ。ストリキニーネは猛毒だけどね、硝酸ストリキニーネは強壮剤や心臓病にだって効くし、ツキヨタケというキノコの猛毒はネズミのガンを抑える働きがあるということが実験で分かったんだよ。見せて指輪。ほら、小さいけどさ、ダイヤがちゃんと5つついてるでしょ。ダイヤはプラチナ。デザインだってちょっと洒落てるじゃない。いくら？いくらだと思う？分かんないんだな、こういうものは。どう見たって8万から10万の代物だよね。そんな、上等すぎるよ。でも青木さんだから特別に勉強して3万でいいや。ずいぶん下がったね。本当は安もんじゃないの？実はね、傷があるのよ。カットもあんまりうまくないしね。だけどお姉ちゃんだったら分かりっこないわよ。素人の目にひどい金眼だもの。黙ってりゃ10万だって通用するわよ。3万円か。それ以下に安いのないの？3万ぐらい出しなさいよ。お姉ちゃんのこと愛してるんでしょ。分かったよ。3回払いでどう？はぁ、もうかんないな、やっぱし。じゃあすぐ地方ってくれる？うん、それやるけどさ、負ける代わりに毒薬一つ目もらっておこうかな。殺した奴がいるんだ、一人。あ、そう。え、おい。
派手なもん入ってるね。それ君の？水もらったからね。水はいいけど飲んだらさっさと2階上がってちょうだい。アラブゲレラみたいなのにうちの中うろちろされたら掃除もできやしないわ。安心しろよ、もうリリ出かけっから。しかしこのうちも女臭くなったな、嫌になっちゃ。あら、そんなに嫌だったら他にアパートでも探したら。金がかかっからな。私が出すわ。まあせっかくしたんだからもう少し我慢して行ってやるよ。ああ、それからね、俺はほとんど飯は外食だからね。それにトイレとお風呂の使用料、ガス、水道、立費として一月一万円払うよ。それなら文句ねえだろ。ただしな、俺を居候として扱うなよ。このうちに感謝、壁のシミから天井の穴まで俺の方がよーく知ってるんだからな。ちょっと、うちは女ばかりの家族だし、他人の男性と一緒に暮らすといろいろ都合の悪いことが出てくるの。それぐらいいくらあんたがバカでもわかるでしょ。バカとはなんだよ、バカとは。あら、利口だったらとっくにお父様の後継いでるはずじゃない。何を感動なんかされちゃったりして。あのな、親子の縁はこっちから切ってやったんだよ。それにな、外交官になるくらいだったらヒマラヤの氷河のクレバスに落っこって死んだ方がマシだよ。30万出すわ。それでどう？君が？どっからかっぱってくるの？私の貯金見せましょうか、通帳。まあ、嫁入りの持参金に取っといた方がいいね。もっともその調子じゃよほど物好きな男が現れない限り無理だろうけどね。50万手を打つならこの辺よ。私気が変わりやすいんだから。女のへそくりなんか受け取れるか。じゃあどうすりゃいいの？そんなに俺を追い出したいのか。よし、それじゃあこいつで決めよう。何やそれ。数の大きいカードを引いた方が勝ちだ。もし俺が負けたら今すぐここを出ていく。どう、やるかい？やるわ。よし、どうぞ。さあ、好きなだけ切れよ。さあ、好きなとこから引いてくれ。強力だな。さあ、あなたの番よ。12か。よし。終わりな。出かけるかと。
駅の売店で週刊誌がザーッと並んでても先生の表紙だけこうピカーッと光ってるんですよ。さすが稲葉優作って感じですね。みんなびっくりするだろうな。これが女の写真を撮るなんてね、アインシュタインが小説を書くようなもんだよ。またまた先生自信を持ってくださいよ。だから今後ヌードポルノバカバカ撮ってがっぽり儲けて先生の好きな相方もね、モンブランでも好きなとこ行ってくださいね。俺の心配なんかよりな、トイチ、お前もうそろそろ独立したらどうだ。このままだったらお前嫁さんももらえないぞ。結構ですよ、女なんて仕事の邪魔になるだけですよ。それ先生のことなんですか。今まで好きな人が2人、3人、4人、4人ぐらいいたでしょ。みんなね、逃げ出してって呆れてよ。ああ山ならな、同じ山に何遍登ってもそのたびに新鮮さを感じるけど、そんな女はいない。あ、そうだ、女って現代は一体どうしたんだろう。ぐずぐずして来週の締め切りに間に合いませんよ。ああ先輩、引っ越しをなさったんだそうですね。さっきね、あのアパートの方へお電話したんですよ。あの新しいお住まいはどちらですか。ああそうならそうと言ってくださればいいところを探してあげたのに。アパートの紹介をやってます、よろしくお願いします。そんなことやったより女の子が行ってどうしたんだよ。2、3人連れてきて先生に見ていただく約束だろ。あ、うん、そうじゃなくていいよ。いや甘い顔すると癖になりますからね。あ、今夜いいだろう。ああ、おいおい、いい子連れてこいよ、いい子。あ、それじゃな。先生、僕先に帰りますけどね。あいつが2、3人連れてきますから、いいの選んでやってください。それから、これ新しいうちの電話番号です。何かあったらすぐ飛んできます。おい、ここへ来て俺と暮らせばいいのに。いざとなったらお願いしますよ。しかし、ここまで来たら男の意地ってものがありますからね。そう簡単に敵に後ろ姿を見せるわけはいかんのですよ。敵？そうです。男は一旦外に出ると7人の敵がいると言いますがね。先生、敵は外ばかりじゃありませんよ、うちにもいるんです。ラーメンうまそうですね。売れたの？あ、まあまあね。それよかどうした、うまく音出せそう？うん、うん。でもさ、お父さんの顔も立てなくちゃね。ほら、それとは話が別だよ。気にしなきゃいいのよ、お互いに。ほら、絶対干渉しないようにすれば。なんで急に風向きが変わったんだよ、あんなに強く反対してたのに。うるさいわね。そう何もかも私に押し付けなくたっていいでしょ。やってよきゃいくらでもやってやるよ。ただし腕がムズムズしてるんだから。あっ、また危ないからよしてよ、もう。ただいま。あ、フルコ、悪いけどさ、ちょっと買い物に行ってきて。ステーキ用のヒレ肉、上等のやつ5人前ね。へえ。薄っぺらいのダメよ、冬のお座布団みたいに熱いやつ。どうしたの、一体何かのお祝い。いいから早く。誰かお財布でも拾ったのかしら。行ってきます。はい。今度の日曜日にお友達招待していい？3人ほど。3人？うん、男の子ばっかり。誰か気に入ったのをボーイフレンドにしようと思ってるの。ダメよ、引っ越したばっかりで忙しいんだから。でもお父さんがいいって言ったわよ。ダメって言ったらダメなの。今ね、我が家はそれどこじゃないんだから。空いてるのかな。だから女って。いやね。純一君。あ、今お帰りですか。何をしてるんだね。いや、ちょっとそば食っていこうと思って。飯なら家へ帰って食べなさいよ、作らせるから。お断りします。あなた方に恩は来たくありませんからね。こうして一つ屋根の下で暮らすのもなんかの縁だよ。お互い仲良くやってくるじゃないか。あなたはそう思っても、娘さんたちはどうですかね。中途半端な付き合いするよりも全く赤の他人に行った方が気が楽ですよ。
近頃夫婦や親子の間でも断絶するのは流行ってますからね。別に珍しいことでもないでしょう。うちの娘たちは母親なしで育ってるんでね、ちょっと無国籍が強いところがあるかもしれんが。ちょっとあれで、ああかえって君とはさっぱりした友達同士になれると思うんだよ。まあ私の口から言うのもおかしいが、みんな気立てはいいんだ。お断りしますよ。僕は女の子の友達なんて欲しくありませんからね。ねえいくら？いや私が払う。やめてくださいよ。あなたは親友の息子だと思ってるんでしょうけど、僕にはありがた迷惑ですからね。ねえいくらよ。帰ってきたわよ。黙った。サウはいらないよ。はじめよ。ねえフーコ、テーブルの下切って、あキャベツ切って。はい。たまんねえ。君か。あ、かっこいいな。自転車に乗ってきたの。へえ、よし、写真撮ってやろうか。写る？もう薄暗いわよ。俺はな、写真のプロ。あ、お金がない人？いや、それを言わね、それはプロレタリアートと。まあ当たらずといえども遠からずか。よし行こう。裏から出る。裏から？人生な。だって安物だもん。我慢して、明日もっと美味しいごちそう作るから。みかんさん、お湯半済んだのかしら。盛りそばだってさ。盛り、うん、へえ。じゃあアパートから夜逃げしてきたのも当然ね。別に何でもない、何でもない。何でもないって顔じゃなさそうよ。なんだかエンガチョみたいな顔で。エンガチョ？映るの？本当にこんな暗くて。信用ねえな。さっきも言ったろ、俺はプロレタリエ、うん、プロ。ああ、いい匂い。今晩のおかずはどうもビーフステーキのようよ。どうせ安肉だろう。いやいや、そんな美味しいもの食べてお腹壊さないか。大丈夫よ。だって私ステーキ大好きなんだもん。でも変ね、あのシマリアの夏代姉ちゃんがあんなに奮発するなんて。何かあったのかしら。きっと肉屋におだてられたんだろう。美人とかなんとか言われて。そうね、女ってお世辞言われると弱いから。さあ撮るよ。笑って。このぐらいでいいわ。私笑い顔ってあんまり自信ないの。そう、どう、こんなポーズ。はい、撮るからね。なに、ご飯よ。はーい。あー、お腹すいた。どうもありがとう。またね。どういった。嬉しいな、ステーキなんて。あいつらステーキね。外食だなんて言うんじゃなかった。いやいやいや、すごいねこりゃ。夏でなくしたスタミナを回復してもらおうってわけ。それだけじゃないけどさ。え、さあどうぞ。いただきます。いただきます。ね、チビ、それ全部食べられるか。うん。あんまり無理しない方がいいよ。食べ過ぎると勉強が頭に入んなくなるぞ。あんたみたいにね。ちょっとよしなさいよ。こうしけりゃ私投げるよ。ダメダメ、この次はいつ食べられるか分かんないんだから。余計なこと言うんじゃないの。ふいこ姉ちゃん太るわよ。
脅かさないでよ。それじゃなくたってさっきから心と胃袋の葛藤で悩んでんだから。でも食べよう。うめえ。生きててよかったな。失礼。ちょっと便所借りるよ、便所。急にお腹がぐるぐる回り出してね。いや、今朝からちょっとピーピーなのよ。テントで冷えたのかね。おゴキブリ踏み潰したんだよ。ゴキブリって踏み潰すとぐちゃぐちゃぐちゃになって気持ち悪いね。あ、いけない、ダメだ。いや、もう後で食べる。気にしないで食べなさい。まったくもう平気平気、食べないぞ。私が引き受けてやるよ。あんな嫌がらせに乗っちゃダメ。さあ、食べましょう。座りませんか。食事は。ええ、済みましたからお構いなく。さあ、春子もなんだね。おとなしく話してもわかるだろう。いやね、お父さんたらブーブー。いやいや、私は何もそんな。だってね、お父さん。あら。まあ、ごちそうみたいね。どうしたのこれ。やっとすっきりした。案の定ピーピーでしたよ。あら。病院のケーキはどうですか。あ、そうだ、忘れないうちに渡しとこう。便所の使用代1万円前払いね。いくら下痢したからって一月1万円は使わないからね。はい、よしてよ。もう何がよしてだよ。俺はビジネスの話をしてるんだよ。昼間ちゃんとこの人と相談したんだよな。そうだろな。どなたです。ああ、紹介しよう。十一君、この人はね。いや結構です。僕は自分に関係ない人はすぐ忘れるたちでね。現にあまりちゃん以外どれが春だか夏だか冬だか全然わからないんですよ。まあ、なんて礼に知らずなの。こんな人うちに置くつもり。断っとくけどな、おばはん。おばはんって、俺は居候とはわけが違うぜ。もし俺が嫌だったらみんなが出ていくんだね。はい、1万円。失礼。失礼。あいつめ。
ちょっと我慢して今日は。お父さん、何なのこれは。まあまあまあ落ち着きなさいよ。何ですかあの男は。しかし1万円は痛いな。はい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 。ああ先輩。いや後輩。いや探しましたよ。まさかねこんな立派なお屋敷とは夢にも思いませんでした。おはようございます。おはよう。なんか入ってる。このパンツまだ乾いたってなのよ。ほらほらほら、静かに聞け。こちらがね大場先生ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ誰なのよ一体。おい、なんでスタジオ連れて行かなかったんだよ。稲葉先生、山へ出かけちゃって留守なんですよ。入り口にメモがあって、先輩に決めてもらえる。ちくしょう、またか。しょうがねえな。まあ、とにかくお邪魔しますよ。さあ、みんな上がって。あのね、靴をちゃんと揃えて脱ぐんだよね。はい、お願いします。ほらほら、ドアをちゃんと閉めて。すごい、誰が来たのよ。やだね、みっともなのに。あいつら、あの先輩のご家族ですか。とんでもねえ、赤の他人だよ。あ、それじゃモデルの候補者ですね。ひどいじゃないですか。先輩は僕に全部任せるって約束したじゃないですか。そうじゃないよ、あいつらは写真とは関係ないんだよ。じゃあ何ですか。いや、今2階で話すから。さあ2階で、なあ、さあさあいらっしゃい。広い玄関ね。私のアパートなんてこれより狭いところに3人も寝てるよ。ねえ、ちょっとちょっと、あの絵見て、素敵なモデルね。あ、そんなバカなこと言ってないの。早く分かんなさい。ほら、さあいらっしゃい、看護者の皆さん。お呼び込みね。ちなみに、お呼び込みね。私がお呼び込みね。こういう、そうよ。さあ皆さんいらっしゃい、ここですよ。あの先ほどの方たちは親戚でもなければ曲がり人でもないとすると何なんですか。同居さというより雑居かな。うわー、ミニカーか。おい、それサンダサンダサンダ、それねえ、レコードかけていい。何を言ってるんですか、遊びじゃありませんよ。いや、かけても構わねえぞ。あの先に見ちゃってくれませんか。ちゃんと見てるよ。いや、でもこれじゃ。さあさあさあ、みんな脱いで脱いで脱いで、さあ早く早く。全部、いやいや全部なんか出さなくていいよ。あ、適当なとこでいいからね。ただおへその形が見たいな。今日はまた粒揃いでしょ。そう。あ、君たちね、歌いたい人があったら歌ってもいいよ。踊りたい人があったら踊ってもいいからね。うわー、これじゃ大丈夫だよ。その方が自然な姿も見れるし、体の曲線だってまっさっ見えるじゃないか。なるほどね。さあみんな入っていきましょうね。はいはいはい、よっこ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 、どうぞ。先輩どこ撮ってるんですか。いいんだよ、フィルム入ってないんだから。徳川時代のお家騒動には毒薬が関係しているものが多いんですよ。越後騒動に使われたのが、あ、このカラスヘビの毒酒。加賀騒動には南蛮あたりのヒ素、これはつまり今のアヒ酸ですね。伊達騒動の毒まん、問題ですね。これはだいたい写真家なんて非社会的な人種が多いし、どうやらお家騒動が起こりそうだよ、このうちの。ホッセイかしら、見に行ってきてもいい？ダメ、チリを引っ込んでろ。だってはいと素直に言いなさい。はい。あの子ナマズに気があるらしいよ。私マリーの顔見てるとどうも腹が立つの。だってあの子さえできなきゃお母さん死なずに済んだんですものね。やめなさいよ今さら。それより第一日目からこの調子じゃ先が思いやられるわ。それが分かってて、なんであの男と妥協したんだよ。私のせいじゃないわ。カード、カード、あんたたち寝るときには部屋に鍵をかけるのを忘れないようにね。それから昼間でもあの男と二人きりになっちゃダメよ。何をされるか分からないからね。へっちゃるさ、あんなの目じゃないよ。いいえ、どう見てもまともな神経の持ち主と思えないわ。ああ心配だわ。ラン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 。ねえ、お手洗いの当番誰にすんの。それどころじゃないの。さ
さあ、僕そろそろ失礼しようかな。人の朝早いもんですから。今度代わりの指輪持ってきますから。ぜひ。ダメよ、私に無断じゃ。ハルコアの気がついてちゃもう返すもないな。ハルコさんは寮までお送りしますよ。私は結構よ、一人で帰れるわ。お先にどうぞ。あら、そんなこと言わないで一緒に帰ったら。私追い出すつもりなの。そうじゃないわよ。やトイレだと。トイレ奥の正面です。サンキュー。まだこっちには部屋が。こっちもジャックね。青木さん、有毒性ですね、ああいうの。これじゃ先が思いやられるわ。だいたいお父さん人が良すぎるのよ。だからあの男がつけ上がって。人のいいのは向こうの方だよ。本来なら一人息子の彼がこの屋敷を自由にできる権利があるんだ。お父さんは自分の娘たちよりも親友やその息子の方が大切だって言うの。そんなこと言ってはしないわ。私はただね。もうお父さんには任せておけないわ。私もすぐ寮を引き払ってこのうちへ来ます。まあ来るのはいいが、病院は夜勤や緊急の呼び出しがあるし、だから寮へ入ったんだろ。私が邪魔なのね。バカ言いなさい。なんと思われようが私は引っ越してくるわ。長女の責任として放っておけませんからね。お父さん、お風呂沸いたわよ。冬子、なっちゃん知らない？知らないわ、お部屋にいるんじゃない。私ね、寮を引き上げて家に戻ることにしたわ。え？何？お風呂？今夜はね、夏代姉ちゃんと入るわ。違うのよ、春子姉ちゃんがこの家に戻ってくるんだって。本当？ショック。いやね、何もかもあのナマズのせいよ。でもどこの部屋に寝るつもりだろう。いくら大きな家だって今の状態で寝るとこ満杯なのに。この部屋よ。悪いけど冬子はなっちゃん、あきちゃんの部屋行って、それからマリオ、お父さんと一緒ね。一番好きな人と一緒だから嬉しいでしょ。なんか文句あるの？いやー、えらくお騒がせしました。いいんだよ、また1ダスでも2ダスでもすると遊び来いよ。今度来る時まではあの隣の部屋使えるようにしとくからな。お前は力が強すぎんだよ。先輩、どの子にします？来週のカバーガールは。後で決めとくよ、これでな。そりゃ選ぶのは難しいでしょうね、みんなイカスコばっかりだから。そりゃベコベだ、お前。お疲れ様でした。バンバイ、ネズミに行かないでね。メズのネズミに。あ、そんな余計なこと言ってないで。じゃあの先輩、明日またお電話いたしますから。お疲れ様でした。じゃあの、おやすみなさいませ。どうも失礼します。それじゃな、さあ、暗いから気をつけな。あれ、カバーガールじゃなくてバカガールだ。3人なんか寝られないよ、私たちのところは。なんとかなるわよ。そうよ、前にもそうしてたことあるじゃない。あれは小さい頃でしょ。私は秋姉ちゃんとしておっかなくって、包丁でカミソリがそばにあっても気になるのに。刀抜かれちゃうね。その代わり泥棒よけになるわ。私、男性と一緒の部屋なんて嫌。男性って誰？お父さんのこと？でも、男性でしょ。生意気言うんじゃないよ、子供のくせに。でもさ、春兄貴はなんで一人なんだ。そうよ、横暴よ。私はね、青木さんやその他いろいろとお客様が多いのよ。それに看護婦という仕事は最大限に細かい神経を使うでしょ。一人にならないとその疲労が抜けないの。それに一つ間違っても人命に関係してくるからね。三人一緒や男性が嫌だったら、あんたたち誰か春姉ちゃんと一緒に寝る。贅沢言うんじゃないわよ。私の知ってる家族なんかね、三畳一間に9人で寝るんだから。どうやって？5人が畳、3人は押し入れの中、そして赤ちゃんは部屋の真ん中のハンモックよ。うん、2階に1部屋あるね、空いてんのが。頼んであげる。私ダメよ、マリー。大丈夫よ、あの人いい人だもん。やめろったら。彼に頭を下げるぐらいだったらね、私がこの椅子に毛布引いて寝てあげるわよ。
よ。ジャックは11、つまり俺のトレードマックス。何の用なの？ここは2階じゃないよ。そうカリカリするなよ。それ以上女っぷりが下がるとますます夢の口がなくなるぞ。聞いてたのね、コサドラみたい。声が大きすぎるんだよ。出てって、あなたには関係のない話よ。そうかな。でも別に頭なんか下げてもらわなくても、あの部屋を提供すると言ったら、皆さんどうする？ね、私の言った通りでしょ？本気それ。ああ、ただし部屋代はちゃんといただくで。敷金礼金なしで1ヶ月1万円ポッキリに負けとくよ。まあ、なんて俺は情け深いんだろうな。敵に塩を送るなって。さあ、そうと決まったら今月分前渡ししてもらいましょうか。俺だってさっきそうしたんだからね。文句あるかい、スケバンの姉子。